っちから入れてもらったんだよな。あ、イナちゃんのお家だ。そうだ、イナちゃんのお家から行けんじゃなかったっけ。こんにちは、入らせていただきます。こんにちは。ほらほらほん、あれ、サブウェイ、え、サブウェイあんの。ペコアラの生ハム&マスカルポーネ好きペコなんだけど、サブウェイ、え、サブウェイ、え、生ハム&マスカルポーネどこで売ってんの。イートフレッシュ、あ、サブウェイここにあるって。あ、あ、来たー、タタラタタタラタタタラタタタタタ、地下鉄。ふぅ、こういうことよ。よし、こういうことペコな。タタラタタラランここずっと走ってれば、ピーピーピーつくはず。サブウェイの意味マジで分かってないの、これ。サブウェイはサブウェイでしょ。生ハム&マスカルポーネがうまいところ。まさかサブウェイでさ、地下鉄に行けると思わなかったってこと。サブウェイは地下鉄、え、サブウェイって英語で地下鉄って意味ってことなの？サブの道ってこと？じゃあ海外ではさ、You know サブウェイって言ったらさ、Oh, サブウェイ is train っていうこと？Oh, サブウェイ is サンドイッチじゃないの？え、海外でサブウェイねえのかな？ねえ、ペコなの、サブウェイって。ねえの？え、海外でもあるよ、電車だ。知ってます。